リチュニは、朝鮮民主主義人民共和国の朝鮮中央、放送委員会の女性アナウンサー。カンボンド通り川軍出身、平壌市在住。平壌演劇映画大学卒業。1943年、カンボンド通り川軍の浜辺の町で労働者の娘として生まれる。革新成分とされる価格だったため高等教育の対象に推挙され、諸群知る高級学校から、 平壌演劇映画大学俳優化に進み、卒業後は国立演劇団に入団した。国立演劇団に女優として在籍しながら、朝鮮中央放送委員会のアナウンサー候補として、選抜教育を経て、選考を受け、1971年2月に朝鮮中央放送委員会のアナウンサーとして、登用される。朝鮮中央テレビが、 カラー放送化された1974年にテレビアナウンサーとしてデビューした。その後は徴用され、もっぱら、金日清、金正日、金正恩の教授報道、重要行事報道、公式文献報道、特別重大放送を担当する看板アナウンサーとなり、彼女が登場するニュース番組は、北朝鮮人民に何か重大な発表があると暗示させる効果もある。 もっとも常に出演しているわけではなく、2008年には1ヶ月ほどテレビに登場しなかった時期もある。2011年10月19日の放送を最後に姿を見せなくなったことが同年12月に報じられ、その時点ですでに50日以上も登場していなかったが、12月19日正午の特別放送で61日ぶりに登場し、近小日死去の正式発表を、 ちまちょごりの模服姿で伝えた。2012年の春節に放送された中国中央テレビの特別番組によれば更新育成のためニュース番組に出演する時間を減らしていると語っている。実際に2012年以降若い女性アナウンサーが登用されたがその後もミサイル発射や核実験など重要な放送を行う場合には彼女が起用され続けた。 2018年12月には、A 氏デイリーテレグラフによって、若い金正恩のイメージと合わないことを理由とする引退が報じられたが、2018年の元旦特番、2019年2020年の年越し特番に登場し、コメントを述べるなど、登場回数こそ減っているが、出演は継続しており、完全な引退には至っていない。一文字ずつ転写する日本語における、 ハングル人名店社法では、李春ュと表記されることが多いが、朝鮮語読みでは、が弱音化した上で連音化して、李春にと発音されることが多い。漢字表記は、李春だが、漢字を廃止し原則使用していない。北朝鮮においては、公的には、名前の漢字表記を行わない。その他、姓の、李について、北朝鮮では、李と、大韓民国では、 意図表記されるのが一般的だが、韓国でも北朝鮮の表記通りと掲載されることがある。また、について、北朝鮮でも韓国でも本来、日が正しい表記だが、北朝鮮では人名付けることが稀に見られる。韓国マスコミでは元来の綴りに従いと表記している。北朝鮮アナウンサーの放送員、厚労放送員、 人民放送委員の3段階格付けのうち最高位に当たり6名しか現存しないとされている人民放送委員と称されているほか朝鮮労働党中央委員会から労力英雄の称号を与えられている朝鮮中央放送委員会のアナウンサーとして講師にわたり最高の待遇を受ける立場であり朝鮮中央テレビ朝鮮中央放送 平壌放送の報道番組のレギュラーアナウンサーとなっていたが、現在は、金正恩の教授報道、重要行事報道、公式文献報道の主要3報道のみに出演し、その他の雑多なニュースは担当しないため、実質的には不定期出演となっている。特に、対外向け衛星放送の声明報道においては、民族主義を発揮する意図を込めて、男色系のチマチョゴリ姿で出演する。 北朝鮮国内向けの優先放送では、チマチョゴリの他に、スーツ姿で出演することも多い。対外向けの衛星放送においても、2006年10月9日、核実験内視核拡散防止条約からの脱退宣言報道の際には、ベージュのスーツ姿で出演した例がある。特権階級の人民放送員である彼女は、平安市内にある特権階級向け保養施設、 走行員を利用することが許可されている。このため彼女は、同園内のサウナやレストランのほか、同園内に設置された北朝鮮最先端の技術を持つ美容師たちが集まった美容室を愛用していることが知られ、彼女のヘアスタイルは北朝鮮の特権階級中高年女性の間で流行の先駆けとなっている。また、北朝鮮のファッションの最先端を創出する。 被服研究所で調整された被服類も上級アナウンサーに対して無償で提供されるため彼女が身につけている衣装は朝鮮服、洋服を問わず北朝鮮国内の最先端ファッションでありヘアスタイルと同様特権階級中高年女性の間で流行を巻き起こすのが常である。ただ彼女に影響された流行は全国民に浸透するわけではない。 国内向けテレビ放送は全て優先テレビであって、地上波は存在せず、優先テレビ視聴器具も一般国民の家庭にあることは稀であるため、テレビ放送を視聴できる特権階層の婦人たちのみへの影響力にとどまっている。日本ではその美貌と特徴的な喋り方で高い人気を得ている。報道内容によって抑揚や言葉遣いを自由に操る。 金正日や金正恩に関する報道の際には、荘厳で低調な誤調、正日や正恩へ慈悲の念を表現する際には声を震わせ、国民への歓喜、統制に関する報道では絶叫調に、アメリカや韓国、日本についての報道を行う時には、強い誤調で、敵国を非難する声明の際には、威圧的な誤調でと、報道内容によって、瞬時に性質を変える。韓国においても、 通常アナウンサーはニュース読み上げにおいて語尾に丁寧表現、無二だを用いるのは同様だが、決して威圧的な誤張は取らない。また、砕けたニュースコーナーでは、主に女性アナウンサーなどが丁寧表現、用などのやや砕けた表現をする場合がある。しかし、北朝鮮の放送においては、砕けたニュース報道自体が存在しない。教授報道指導者一族に関する報道においては、 必ず最上級の尊敬表現がなされ、逸話や教授を述べる場合には荘厳で低調な誇張を用い、時にはその慈悲に対する感謝と尊敬の念を表現するために声を震わせて感情的に読み上げる。人民軍や人民への訪問を報道する際には、その教授が最大限に称賛される。いずれにしても、ニュース視聴者はテレビ画面の彼女の背後に指導者の影を強く、 感じることとなる。例えば、指導者への言及は、偉大な領導者であり、軍事の天才でいらっしゃる、朝鮮人民軍最高司令官、金正日同士は、敬愛する最高領導者、金正恩同士は、などの言葉で始まり、国のため、人民のために、戦軍政治を貫き戦ってゆかねばならないとの、誠にありがたいお言葉を、お与えになられましたなどと騒言で力を込めた。 論調で読み上げるのがパターンとなっている。しかし、実際の教授訪問から、ある程度日数が経過してからしか報道されず、訪問がなされた日時も、明確に述べられない。また、近日成の政挙関連報道の際には、彼女は、ほろほろと声を震わせ、思い出のように過去の日生教授の言葉を挟み、泣きながら読み上げていた。これは別に、彼女固有のものではなく、 天気予報のキャスターに至るまで泣きながら天気予報解説をしていた。なお、1994年7月9日正午の臨時報道でこのニュースの第一報を報じた伝統ある系人民放送員は泣きながら報道しなかったという不敬を理由に左遷されている。重要行事報道4月15日の太陽節や2月16日の公明母施設をはじめとする重要行事。 核実験の成功や弾道ミサイルの発射成功の報道には必ず彼女が現れる。なお、例年、新年1月1日午前0時になると彼女の姿が見られていたが、2021年1月1日午前0時は彼女ではなく航空放送員のパクオキが現れた。公式文献報道北朝鮮の放送業界用語でいう公式文献報道とは政府、 軍関係の声明や外交関連の声明を報道することを指す。公式文献報道においては、内向きには国民を換気統制する内容や、外向きには敵国を強い口調で罵倒する内容などが多いため、交語丁寧表現の無二だを用いず、しばしば、はよった、いだなどの強い印象を受ける文語表現をあえて多用し、 非常に威圧的な指導活的な態度でニュースを読み上げる。例えば、反門店で開催されていた南北実務者協議が1994年3月12日に北朝鮮側代表のソウルは遠くない。戦争が始まればソウルは火の海になるとの発言をもって決立した際にはソウルは 火の海になるという言葉を彼女がそのまま驚々しく読み上げて報道したのが有名である。日本の小泉純一郎内閣が2006年7月5日の安全保障会議において、過客船万両本92号の日本への入港禁止措置を決定した際には、日本当局は最大規模の治安兵力と手段を動員して、物々しい殺伐とした雰囲気を作り出したことにより、 ついに船の入港を困難にしたと、絶叫調で読み上げた。北朝鮮の写真雑誌である、月刊画報、朝鮮2008年4月号の特集記事、放送人、リチュニにおいて、彼女のプロフィールやエピソードが、放送出演風景、後輩アナウンサーたちとの準備打ち合わせ風景、孫と共に帰宅途中の写真などを添えて紹介された。ありがとうございます。